は、はい、船山康恵、はい、ですえ。明日からの総理訪米を前にえ、日米首脳会談で議題に上がるだろうと思われております TPP につきまして、すでに何人かからもう質問が出ておりますけれども、私からも何点か確認をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。え総理はは答弁の中でもやはり 正義なき関税撤廃かどうかというのが非常にポイントだとお考えのような、まあ、そういった答弁がいくつか聞こえておりますけれどもこの点、えー、もう一度確認したいと思いますやはり、えー、この TPP に参加をするかどうかの判断の一番の肝は、えー、その正域が取れるかどうかというそういったご理解だと理解してよろしいでしょうか、はい、安倍内閣総理大臣先ほどもお答えをさせていただいたんですが正規なき関税撤廃 を前提条件とする以上、交渉には参加しない、まあ、これが、えー、基本的な、えー、基本方針であります舟山康江さん、はいあの。私、大変僭越ながら、その認識はちょっと違うんではないかと思います。もちろん関税の問題もこの TPP で大変大きな論点の一つではありますけれども、TPP <laughs> は、えー、包括的な経済連携でありますので、 関税以外に、いわゆる非関税分野と言われるものがえたくさん存在しています、今、え交渉されている21分野のほとんどが非関税分野でありまして、例えば、えー、衛生植物検疫、まあ、食品の安全基準をどうするのか、政府調達、こういったものに対する外国企業の参入条件をどうするのか、また知的財産、著作権の問題ですね。 金融サービス、これを外国企業にどう開放するか、投資ルール、こういったいわゆる非関税分野が非常に大きいというのが、この TPP の特徴でありまして、私はこれ、関税撤廃の例外が取れればいいという、そんな単純な話ではないと考えております、ちょっとパネルをご覧いただきたいと思いますけれども、さまざまな問題がある中で、この特に、 isd 条項というものがありますこれ、投資家が政府を訴えることができるその規定を決めたものであって、まあ、あの総理も十分ご,ご承知だと思いますけれどもいくつも提,出提訴されている中で例えばえ北米自由貿易協定の事例とそれから韓国が非提訴国になった事例という、まあ、これ二種類を挙げました。まあ、環境規制 ですとか投資規制をかけて、それでえ企業が損害を被ったと認定されれば賠償金を支払わなければいけないということですし、韓国、あのこの今年さ昨年の3月にえ米韓 FTA が発行いたしましたけれども、これに基づいて、もうすでに韓国がえアメリカの不動産専門ヘッジファンドからえ提訴されていて、今、裁判が行われていると。 これは非常に大きな問題だと思っています今までは先進国は途上国に対して安心して投資するためにこれは必要なんだという議論がありましたけれども先進国も訴えられる国内の規制がこの国家主権で決められるさまざまな規制が外国の企業、投資家の利益に劣後するというこういう懸念があると思っておりますのでやはりここは十分に注意しなければいけないと思います。 私はあの昨年の1月にアメリカに行ってまいりました、USTR、それから各種団体の方と会う中で、ア,アメリカ側から言われたことは、TPP のそもそもの目的であり、良い点は、これ、関税撤廃という言葉ではありませんでした。規制調和を目指していることなんだと、こういう答えが返ってまいりました。つまり、非関税分野こそが私はこの TPP の大きな問題だと思っております。さらに これ知的財産の保護強化、特許の期間延長。 先進国にとってよくても途上国に本当に甚大な被害を及ぼすということも考えられますし、先ほどの質問で医療は、えー、あの国民皆保険制度は対象外だというお話がありました、確かに韓国においても国民皆保険制度は直接的には対象外でありましたけれども、実はやはり敵もさることながら、そんなストレートな、えー、攻めはしてまいりません。えー、韓国においても特区というものを作って、特区において、 いわゆる混合診療を認めたりとか、株式会社の、えー、病院参入を認めているという、こういう穴を開けているんですね、こういうことで医療に影響が及ぶというのも十分考えられると思っております、まさにこれ、農業を守るのかどうなのか、農業問題ではない、もう国民生活全体、国家主権全体の問題であるということをあのぜひあのご認識いただいてきたいと思いますけれども、総理、その辺のご見解はどうでしょうか。 はいそれじゃあ岸田外務大臣。えっとあの委員ご指摘のようにあの t p p 協定に関しましては我が国。 国といたしまして、非関税分野も含めて、今、情報収集に努めているところでございます。ご指摘のあった ISDS 条項につきましても、これまで得られている情報によりますと、TPP 交渉におきましては、投資の保護と国家の規制権限の確保との間の公平なバランスを保つことで、ISDS 手続きの乱用を防ぐための規定が今、検討されている、こうした状況にあります。加えてそもそもも 我が国においてこの投資関連協定締結に当たっては締結に当たって国内法との整合性を図るこうした方針でありますですからこの国家と投資家との間の isds 手続きによって我が国の国内法が協定に反するという訴えられること これがそもそも想定することは難しいと思っています。実際、我が国はこの1978年以降、ISDS 手続きを含む投資関連協定、えー、と全部で24締結しておりますが、我が国の場合、この同手続きで訴えられた前例は存在いたしません。これ以外のこの非関税分野につきましても、しっかりと情報を集めて、国益にかなう最善の道を求めていきたいと考えております。 野山さん、はい、あの一般論として ISDS 条項があらゆる協定に入っているね、のは私も承知しております、問題はやはりアメリカなんですね、アメリカがやはり訴訟大国として、あらゆる国に対して、アメリカの企業が相手国を訴えているという、こういった事例が本当に多く参見しておりますえ、ここずっと累計で見ますと、えー、もうこの ISDS の活用というのがもう400件近い。 えという状況もありまして、やはりここは最新の注意を払っていかなければいけない、つまり、聖域なき関税撤廃が仮にですね、仮に聖域が取れたとしても、この TPP には多くの問題が含,含まれていると、ここをきちんと押さえていかなければ、TPP の是非参加の是非は判断できないということをぜひ、総理訪米の前にあの肝に銘じていただきたいなと思っております。えパネルをご覧いいいたただききと思まます実ははこの点につきましては まああのー、総理が総裁を務めます自民党でも、えー、相当強く認識をされていると思っております。これパネルはですね、えー、2012年昨年末の、えー、衆議院選挙の際の。 政策集、自民党の政策集から抜粋をさせていただきました、まあ、自由貿易の取り組みというところでえ、自由貿易の推進は我が国の外交通商政策の柱ですと、私もこのことには依存がございません。そして TPP について、これ、先ほど来、総理がおっしゃっております、聖域なき関税撤廃を前提にする限り、交渉参加に反対すると、これに加えまして、 丸2から丸6こ,れこれも何度も、えー、多くの質問者が、えー、説明しておりますので、もう繰り返しませんけれども、これ以外にいわゆる非関税分野についてもちゃんと留意しなさいという、こういうことを、えー、留意しますよということですね、しますよということを、えー、せ国民と自民党の約束ということで、提起をしております。 これは確認ですけれども、この6項目をクリアしない限り、ぜひは判断できませんという、こういう理解でよろしいでしょうか、確認させてください。はい、安倍内閣総理大臣まずですね、えー、まず、えー、首脳会談において、正規なき関税撤廃なのかどうかということを確認をしたいと、えー、このように思います。そ、まあ、それれをを踏踏まままええててでですね今の交渉、えー、経緯 そしてあるいはまた、我が国に対する影響等を分析をしていく、と同時にです、ね、その国益にかなう最善の道を求めていくという中において判断をしたい、その判断をする上においてです、ね、その5項目も当然、踏まえて判断をしていくということになります。山さん あのその5項目を踏まえてというのがなかなか分かりにくいんですけれども、これ、5項目をきちんとクリアすると、これはこれをやりますという国民との約束だと思っておりますので、これをクリアし,クリアしない限り、ぜ、え、ひ、ー、判,判断しないという、そういったことだと思っております、えー、これ、2月1日の,本会あの参議院本会議におけますえー、我が党の谷岡代表の質問に対して、安倍総理は、内容の見えない条約に参加することはありませんと。 明確にご答弁いいただいておりますここが確認できない、つまりは内容が見えない、これが確認できない限り、交渉に参加、えー、条約に参加することはないということでありますので、えー、ぜひそこは踏まえていただきたいと思っております。そう考えますと、えー、衆議院の予算委員会理事会に提出されました TPP の交渉参加に対する基本方針について、これ、内閣官房の 名前で出てますけれども、これは、聖域なき関税撤廃を前提にする限り、TPP 交渉には参加しない、つまり公約の丸1だけが、えー、基本方針として掲げられています、ぜひ、えー、このほかの部分、先ほど来、私も何度か指摘してますけれども、関税以外のさまざまな懸念についても十分留意するということも含めて、ぜひ、えー、この内閣としての 基本方針を明確に文章でお出しいただきたいと思うんですけれども、総理、いかがでしょうか、はい、安倍内閣総理大臣。方針としてはですね、まあえー、総理として私はお答えをしておりますので、えーまあ、これが政府の基本的な考え方でございますが、まずは、ですね、えー、正規なき、えー、関税撤廃を前提条件とする限り、えー、交渉に参加はしない、交渉に参加はしない。 ということについては、まあこれは基本方針であります。まあ、だからこそ、えー、首脳会談において、正規なき関税撤廃かどうかということを、まあ、確認をしていくということ。 になるわけであります、まあ、その上においてです、ね、えー、国益を、えー、国益にかなう、まあ、最善の道を求めていく、まあ、これは自民党と公明党のです、ね、連立合意でありますが、えー、という中において、交渉を参加するかどうかを判断していく、当然その5項目も念頭に入れながら、判断をしていくということになってまいります <laughs> はい舟山康江さん。はい、あのー、これ、正義なき関税撤廃。 だけではない、えー、仮にさっきあの繰り返しなじますけれども、生規なき関税、生意が取れたとしても ISD が入るのはだめ、えー、それから政府調達金融サービスについてもきちんと我が国の立場を言っていくと、えー、いろいろさまざまな、あのー、せ国民皆保険制度についても守ると、食、えー、の安心・安全、そういったものに対して、ま、よもや間違ってもアメリカンルールがそのまま押し付けられるようなことがないようにきちんと、 えー、確認できると、そこをやはり確認した上でなければ交渉には参加しないということ、この姿勢をぜひ明確に、私はやはり総理が口頭でおっしゃるのはいや総理の言葉ですから、重いんですけれども、でも一方で文書で,で出てくるのが1項目だけという、非常に、あのー、ここがそごがあると思ってますので、ぜひこれは文書で出していただきたいということを、ぜひ院長に、えー、お願い、要求していただきますよう、お願いいたします。 はい、えー。私の立場で出せとは言えませんが、今の船山康恵さんのお議論を総理もよく聞かれておりましたので、今の答弁と合わせて、えー、予算委員会の重要な記録として、えー、一つ明記したいと、このように思いい。い。ます。はい、質疑を続けてください船山さ山ん。はい、委員長、ありがとうございます。 それかところで,です、ねあのー、この TPP 交渉に関して、いろんなあのー、面白い意見というか、意見があります、まず一つは、まずは交渉に参加をして、ルール作りに積極的に関わるべきではないかと、こういった意見があります、これは私は非常にちょっと間違ってるんだと思います、もうすでに TPP というものは交渉が始まっていて、日本が入るとすれば、後から入る立場なんですね。 既存の参加国にきちんと了解をいただかなければいけない。今まで決まっているルールはそのまま飲まなければいけないという、そういう状況ですので、早く入ってルール作りが主導できるという、この議論は私は間違っていると思います。そしてもう一つ、交渉に参加をして、内容が悪ければ離脱すればいいではないかと、こんな議論もあります。果たして外交交渉上、途中の離脱は可能なんでしょうか。えまたその事例はあるんでしょうか。 教えてください、はいは外務大臣えまずあの交渉、交渉に参加する場合、まあ、協定が我が国の国益に沿ったもの,のになるよう、交渉の中でまあ最大限努力すること、これは当然のことであります。その上で、交渉した結果、まあ、仮に国際協定が,が我が国の国益にそぐわない、 となる場合に協定に加わらないという判断をすることはこれは論理的にあり得ると考えています実際前例としましてはこれは2002年のことですがわ、えー、我が国が交渉に参加しながらその後署名締結を行っていない例といたしまして えー、拷問及び他の残虐な非人道的なまたは品位を傷つける取り扱い。または刑罰に関する条約の選択議定書。この議定書がまあ前例として存在いたします。安さんあの大変非常にマイナーな議定書、あの <laughs> <laughs> 条約だなと思いますけれども。 アメリカやはり日米関係を重視する、だからあのこの TPP 交渉には参加をして、きちんと日本も入るべきだという声がある、その一方で、とにかく入って、だめだったら抜ければいいではないかという議論があるというのは、私は非常に論理矛盾だと思うんですね、その対外関係を考えたときに、入り口で入らないという、その外交上の,その損失よりも、入って、 気に入らないからやめたということ,にたよことの方がよほどやはり相手国に対して失礼な態度だと思っています私もいろいろ大きな、えー、この条約で途中離脱という事例があるのか調べてみました、まあ、よく京都議定書だという話がありますけれどもこれはアメリカは議定書に合意もしておりますし署名もしています議会批准の段階で批准ができなかったというものでありますので途中離脱とは違うと思っていますそれから他の F の取り組みの FTA 取組中でも 一部途中で離脱するというものがありますけれども、多くは復帰しているということですので、大きなやはり大国同士の協定の中で途中離脱という選択肢というのは、やはり外交関係上、外交交渉上も現実的には難しいと、こういったことだと思いますけれども、えー、総理、いかがお考えでしょうか、はい、安倍総理大臣。まあえー、先ほど、まあ、日本での例も、えー、挙げさせていただきましたが、まあ、米国は、えーまあ、やや、えー 京都議定書に似ているかもしれませんが、国際連盟の規約について、これはアメリカは規約を決めていく交渉に中心的な国であったわけでありますが、加盟はしていないということもございます。このやはり交渉でございますから、しかし実際にしてみなければわからない、参加をしてやってみなければわからない点もありますし、だからこそ、この交渉参加において、正規なき関税撤廃という え条件をえていいるということであれば参加はしないと、まあ、これが我が党の態度であります船山康江さんはい、あのー、いずれにいたしましても、やはり未だ情報開示がまだまだ少ないと思っています、国民議論も足りないと思います、これはあの民主党政権時代から指摘されてたことでありますけれども、えー、自公政権に代わってすでに2か月が経ちますけれども、自公政権になってから新しい情報というのは何か出てきてるんでしょうか。 外務大臣、岸田文雄君、はいえー。政権交代後も引き続き二国間協議、そして情報収集の協議、えー、さらには、えー、さまざまな、えー、国際会議における関係者の発言等、えー、情報収集は引き続き続けております、えー、さまざまなじょ情報が、えー、入手され、それを今、分析、精査している段階にあります。船山康さん あの民主党政権時代に自民党は経済連携に関する特別委員会を設置すべしだと、まあ、その上で情報開示と徹底審議を行うべきとしておりました、そしてまた同調した公明党は、さっきの衆院選マニフェストにも特別委員会設置を記載しております。与党としてやはりこのきちんとした情報開示、 国民的議論をするという意味でも、まずは国会の中でそういった委員会を作るべしと、私はあの大賛成でありますけれども、与党として設置に向けて働きかけを行うべきだと思いますけれども、総理いかかがでしょうか、はい、安倍総理、国会において、えー、判断をしていただきたいと思います。ははいい山さん、はいえー、ぜひ あの国会もそうですけれども、やはり与党の責任者である総理も積極的にこれに関しては働きかけを行っていただきたいと、このことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます、ありがとうございました以上で、船山康江さんの質疑は終了いたしました。